ピアはアメリカ合衆国サウスダコタ州中央部に位置する同州の州都。人口は13,646人。1880年にミズーリ川の下し、ピアトリでの対岸に都市を創設。1889年にサウスダコタ州が連邦40番目の州として昇格すると同市が州都と定められ、現在に至る。ピア市の上流約キロメートルほどに、 水ズ川をせき止めた人造湖、オアエ、湖のダムサイトがある。オアエ、湖は南北約372キロメートルにわたり、その一部がノースダコタ州の周域にまたがる広大な湖である。周辺は釣りのメッカになっている。ピアは北44度22分5秒、成形100度20分11秒。 北緯44.36806度成形100.33639度44.36806-100.33639に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、ピア市は総面積33.7平方キロメートルである。そのほとんど全域が陸地であり、水地域は総面積の0.08%に過ぎない。 サウスダコタ集会議事堂サウスダコタ集会議事堂はピアのダウンタウン、ミズーリ川の河岸に建っている。大理石造作り、白亜の美しいこの建築物は1905年に完成した。ピアが州都に定められたのは1889年のことである。それまでは1861年から1883年までヤンクトン市に 1883年から1889年までビスマーク市にそれぞれダコタ巡州の州都が置かれていた。ピア市の玄関口となっている空港はダウンタウンの東4キロメートルに位置するピア地域空港である。ミネアポリスセントポール国際空港などからの近距離の便が中心の小規模な空港である。市内にはアムトラックの駅はない。 グレーハウンドのバスの便もないが、提携しているジェファーソンラインのバスターミナルがダウンタウンにあり、州内の主要都市への便がある。ピアには、週間高速道路が通っていない。アラスカ州とハワイ州を除くアメリカ合衆国本土48州のうち、週間高速道路が通っていない州とは、ピアの他には、ネバダ州カーソンシティ、ミズーリ州ジェファーソンシティ、 デラウェア州ドーバーの3都市のみである。2000年現在の国勢調査で、ピア市は人口13,876人、世帯数5,567、3,574家族が暮らしている。人口密度は411.5人平方キロメートルである。176.4件平方キロメートルの密度で5,949件の住宅が建っている。 同市の人口構成を人種別に見ると、白人88.91%、アフリカンアメリカン0.20%、ネイティブアメリカン8.56%、アジア人0.46%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.29%、および、根結1.56%である。人口の1.25%はヒスパニック、または、 ラテン系である。同志の5567世帯のうち、18歳未満の子供がいる世帯は32.9%、結婚、同居している世帯は51.6%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は9.5%、非家族世帯は35.8%である。単身世帯は31.5%、65歳以上の 老人一人暮らしの世帯は10.7%である。世帯の平均構成人数は2.35人、家族の平均構成人数は2.96人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満27.2%、18から24歳6.5%、25から44歳28.6%。 45から64歳23.6%、65歳以上14.1%となっている。年齢の中央値は38歳である。生費は女性100人あたり、男性90.5人である。18歳以上では女性100人あたり男性は85.4人である。同市の世帯の収入の中央値は42,962ベードルであり、 家族の収入の中央値は52,144ベードルである。収入の中央値を性別で見ると、男性32,969ベードルに対して、女性は22,865ベードルである。同志の一人当たり収入は24,62ベードルである。人口の7.8%及び、家族の5.5%は貧困線以下である。 18歳未満の7.9%及び65歳以上の9.2%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。